フェンシングの県高校選手権、長崎工業、諫早、諫早商業の3校が出場しました。3つある種目の1つ、サーブル、上半身と頭部の有効面を突く、切ると得点となります。サーブル男子団体は共に全国選抜大会に出場する長崎工業と諫早商業の対戦です。試合は3人ずつが出場、3分かける9対戦を戦い、45点を先取すると勝利です。先に主導権を握ったのは長崎工業、見せたのは画面左のエース佐野でした。このカウンターで勢いづくと、ここから空手で培ったフットワークを生かし、見事な5連続ポイントで畳みかけます。相手を誘って打たせたのを避けて、ゆっくり自分の攻撃圏で取っていくっていうプレーが得意です。長崎工業が着実に得点を重ねると、7度の対戦を終え35対28、7点のリードを奪います。2つの対戦を残し、苦しい展開となった諫早商業、ここから1年生船木が猛攻に出ます。最後は自分が取るしかないと思っていたので、そこで逆転するぞという気持ちで臨みました。この力強い言葉通り、なんと怒涛の10連続ポイント。3分間攻め続け、40対37と1年生が一人で試合をひっくり返します。これで勢いに乗った諫早商業、最終第9マッチはキャプテン清水がきっちりと5本を奪い、鮮やかな逆転勝利。全国選抜大会へ向け弾みをつけました。最後1年生が頑張ってくれて、自分も最後取り切れたので勝ちで良かったです。自分より強い相手だと分かってても負けない気持ちでプレーを頑張りたいです。最後まで勝とうと思ってたんで、とても嬉しいです。今の3年生を超えれるような選手になりたいです。自分たちはインターハイで、ベスト8以上を目指しているので、それにつながるような大会にしていきたいと考えています。一方、団体サーブル女子は諫早商業と諫早が対戦しました。諫早商業は2年生黒田奈奈、さらにセンスが光る一ノ瀬咲、そして去年のインターハイも経験したエース徳永美羽が得点を重ね、45対14で勝利。勢いそのままに全国選抜での頂点を見据えます。最後の全国選抜なので、悔いがなくみんなで盛り上げながら、もう取られてもいいので全力でいきたいと思います。また全身が有効面となるエペ、女子団体はエース橋谷芽入率いる諫早が勝利。男子は長崎工業が2年生平良賀を中心に終始リードを守り抜き、それぞれ団体戦を制しました。差をどれだけ本番までに縮められるかっていうのを練習でやっていきたいです。男子の長崎工業と諫早商業、女子の諫早と諫早商業は24日に島原市で開幕する全国選抜大会に出場します。